メインキャラのカズヤです。今回は水産業界を紹介していきます。無料のイエス添削とウェブ面接練習、厳選企業の少人数座談会を LINE アットで行っているので、ぜひ登録お願いします。水産業界といっても規模感や数字のイメージがしづらいと思うので、まず初めに見ておくと、沖合漁業といって2、3日で帰ることができるエリアで行う漁業がダントツで多く、続いて養殖、それに日帰りでできる範囲で沿岸漁業が続いているんですね。漁業というとマグロのはえ縄漁業やカツオの一本釣り漁などのイメージを持つ方も多いかもしれませんが、遠洋漁業は全体の10分の1くらいなんです。ちなみに日本人がよく食べている魚はサケ、マグロ、ブリなどの切り身で販売される魚が人気で、かつてトップだったイカエビが4位、5位になっています。ここまでは豆知識でした。ここから簡単に業界の動向を紹介しておくと、日本では伸びているお肉と比較すると分かりやすいですが、魚介類は2001年度をピークに消費量が減少していて、半分近くまで減っているんですね。一方で世界では経済の発展や輸送技術の発達、健康意識の高まりなどの理由で、50年前と比較して魚介類の消費量が2倍になっているんです。特に中国などの経済成長が続く国で、水産物への需要が伸びています。かつて世界一の漁業国だった日本は、ピークだった1984年から約3分の1になり、国別で比較すると世界第1位から第7位に後退してしまっていますが、これは世界で伸びている養殖が全体の 25% 以下で、沖合漁業が中心だからとも言われています。このような前提から、海外での養殖漁業権の獲得や輸出の拡大が今後の日本企業成長の鍵になっています。それではまず水産業界の動向を見た後に、各社の動きを比較していきましょう。まず国内の水産業界のビジネスモデルを極洋のビジネスフローを参考に見ていくと、水産会社などから買い付けや漁獲、養殖などで調達し、水産加工や冷凍食品加工などの加工を行い、国内外に販売しています。これらを一貫で展開するマルハニチロ、日本水産、極洋の大手3社が業界では中心的な存在で、その他に卸売や小売の専門会社、総合商社で形成されているんですね。先ほど紹介した前提を踏まえて、国内においては養殖事業や冷凍食品などの加工食品の強化に活路を見出しています。養殖では日本水産がマサバの陸上養殖を始めたり、マルハニチロが AI による画像処理技術を使って養殖魚の尾数を管理するシステムを導入するなど、新しい取り組みを行っています。2020年には改正漁業法が施行されたことも後押しして、今後養殖業への企業参入が促進されると言われています。また加工食品に関しては、冷凍食品が共働き世代の増加によって時短したいという需要が高まり、市場が拡大していたり、新型コロナの影響を受けて在宅勤務が増加したことで、一時品薄になるほど需要が急増したこともあり、今後ウィズコロナの時代の中でさらに成長するかもしれません。ただコロナによる自粛の影響で、外食業務用魚介類の需要は低下してしまい、販売単価も低下してしまっているんですね。売上高業界トップのマルハニチロの株価を見てみると、日経平均と比較して低迷しています。ただ今年度後半から回復傾向にはあるので、コロナ前の水準まで戻るのは今後の自粛傾向次第になりそうです。ここからは各社を比較してみていきます。業界トップはマルハニチロです。次に売上ベースでは日本水産、東洋水産、極洋が続いていますが、東洋水産はメインがカップ麺などの即席麺になっているので、実質マルハニチロ、日本水産、極洋が大手3社です。今回はこの水産大手3社を見ていきます。マルハニチロは調達流通海外網などが圧倒的な業界1位の企業です。1880年に創業したマルハと、1907年に創業した日露という国内水産業界のパイオニア的存在の2社が2007年に経営統合し誕生しました。かなり歴史がありますよね。売上は2013年以降、利益も2015年以降右肩上がりで成長していて、2022年には売上高1兆円を目標としています。セグメント別に見てみると、国内外にわたって調達加工販売ネットワークを活用する商社機能を担っている商事セグメントが 48.3% で最も大きくなっていて、それに加工セグメント、海外セグメント、漁業養殖セグメント、物流セグメントが続いています。マルハニチロは冷凍食品の部門売上においても日本水産、ニチレイに次いで3位の規模感とかなり大きいです。海外セグメントは売上高構成比の 20% 近くで、10年前と比べると約2倍になっています。長期経営ビジョンでもグローバル領域でマルハニチロブランドの水産品、加工食品を生産販売する総合食品企業を目指すと掲げていて、今後も注力する方針です。日本水産は部門別では冷凍食品トップで、加工食品に強みを持つ業界2位の企業です。直近の売上は全体として横ばいで推移しています。事業別売上高を見てみると、食品事業が 48.9% と水産事業に勝って最も大きくなっています。また海外売上比率が 28.2% と、業界内では比較的大きいのも特徴です。売上比率が最も高い食品事業では、国内で冷凍食品や練り製品などを扱うだけでなく、海外でもアメリカの家庭用水産調理冷凍食品カテゴリーでナンバーワンブランドであるゴートン自社やフランスのチルド製品カテゴリーのリーディングカンパニーであるシテマリン社などをグループに加えて積極的に事業展開を進めています。また魚に含まれる EPA という人間の体内ではほとんど作られてない必須脂肪酸を医薬品や健康食品として販売するファインケミカル事業なども行っていて、多角的な事業展開をしています。今後は欧米における水産食品事業の拡大と養殖事業の安定化と拡大を重点施策にしています。東洋水産は1953年に築地市場での冷凍マグロの輸出事業からスタートしたマルちゃんで有名な売上規模では業界3位の企業です。売上はここ5年で右肩上がりで伸ばしつつ、水産食品事業は規模を落としています。利益ベースでは完全に即席麺の会社と言ってもいいかもしれません。ただ売上構成比を見てみると、国内海外即席麺事業を合わせて 50% を超え、水産事業よりもかなり大きくなっています。即席麺事業は1961年から始まった事業で、これまで赤いきつねや緑のたぬきなどのロングセラー商品を世に出し、2011年にはマルちゃん製麺を発売するなど、即席麺の新たなスタンダードも新しく構築してきたんですね。また1972年のアメリカ進出を皮切りに海外展開にも力を入れ、現地の志向を的確に捉えた戦略の結果、アメリカメキシコ両国でトップブランドとなっています。極洋は1937年に極洋捕鯨という捕鯨会社として創立した水産大手です。直近の売上も右肩上がりで推移していますね。セグメント別の売上高を見てみると、水産消費事業が 48.5% で最も大きく、冷凍食品事業、カツオマグロ事業が続いています。水産消費事業での水産物貿易は極洋の強みの一つで、 EU 市場での拡大を目的に2014年にオーストラリアに合弁会社を設立しました。また生食用を中心に全米での販売拡大を目的に2015年にはロサンゼルス、2017年にはニューヨークに営業所を開設するなど、海外にも拠点を作り、さらなる成長を目指しています。加工食品は寿司ネタなどの業務用が主体ですが、2013年にはシーマルシェという家庭用ブランドを立ち上げ、スモークサーモンや干物、魚介類を用いた冷凍食品など家庭用加工食品を販売しています。中期計画では拡大均衡強化という3つを抱えていて、高収益構造への転換を目標に置いています。詳しくは概要欄の資料を参考にしてみてください。それでは最後に採用情報を見ていきましょう。各社を比較してみていくと、平均年収は日本水産が最も高く、採用人数はマルハニチロが最も多いですね。各社の求める人材は、マルハニチロは向上心と適応力を有し、自ら行動できる人材、日本水産は変革の意思と情熱を持ち、新たな価値創造に挑戦し続ける人材、東洋水産は真面目に誠意を持って何事にも果敢にチャレンジできる人、極洋は何事にも元気よく前向きに取り組む人、自分で考え行動する人です。皆さん水産業界について分かりましたか？メイキャデイではこれからも就活生のためになるような企業研究、業界研究、OB 訪問、企業見学などの動画を上げていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。カズヤとコラボしたい、カズヤに会いたいという企業の方は概要欄のメイキャデイ説明ページかこちらのメールアドレスからお問い合わせいただけると嬉しいです。それでは本日もご視聴ありがとうございました。